雪の結晶ストーリー門田明出演瀬川亮マリア智子いいわよねあなたは人気者で世界中があなたの登場を待ちわびている期待されている一目見たいと思われているだから写真誌に追っかけられるくらいは我慢しなさいよみんなに愛されているんだもん夢せよでも本当はねみんなじゃなくて私だけのものにしたいけどそうもいかない仕方ないわね人気者なんだもんいきなり呼び出しといてなんだよそれ大事な話があるって言うからわざわざ出てきたのにそんな要件というか愚痴だったらメールで済ませてよ第一今の話だけどさ君も世間も誤解してるよね僕のこと発表されてる写真はどれもまるで僕とは似てないあんなにワイルドじゃないよ僕は確かにスキーのインストラクターはやってるけどどっちかっていうと草食系だし足のサイズだってあれほど大きいわけがないでしょヒマラヤなんて一度も行ったこともないよあだ名だって変だよねカタカナでつけるならせめてユッキーとかでしょ僕から見ると君の方がよほど恵まれてるよ伝説があって神秘的だし美化されてるし少なくとも日本人と思われてるよね君はよくないわよ伝説と言っても悪い噂じゃないの吹雪の夜に助けられた二人の男の一人を殺してもう一人と恋に落ち結婚して10人の子供を設けた後に忽然と蒸発してしまった女雪のように透き通って白い肌の美人とか言われてるけど見ての通りよ雪明けで真っ黒一番腹立たしいのはあなたはいつも写真だけど私は絵ですしかも時代錯誤な着物姿それにあなたはいいわよリアリティがあるもの今年も10月に西シベリアで行われた国際会議で 95% の確率で存在するって世界的なニュースにもなったじゃないねえイエティよせよイエティじゃないよせっかくだから豆知識を一つ教えておくけどイエティとはネパールの少数民族シェルパ族の言葉で岩の動物という意味なんだ1887年にイギリスのウォーデル大佐がヒマラヤでビッグフットと言われる足跡を発見したことで一躍脚光を浴びることになった謎の動物もう150年以上も前のことだから僕には関係ないよじゃあヒバゴン違うよやめろよ言うなよヒバゴンとか僕は雪に男と書いて雪男です雪男ではありません去年の冬にバイト先のゲレンデで知り合った君とたまたま名前に雪という字がお互いにつくねと酒の席で盛り上がった勢いで一夜を共にしてしまった雪男ですよお雪さん次に街でばったり会った時に誰だか全く気づかなかったお雪さんゲレンデは見た目を3割増しにするって聞いたことあるけど3割どころじゃないといい勉強になりましたじゃあ特に大事な話がないのなら僕はバイトに戻ります。ああ、ごめんなさい。ついあなたに会えたから興奮しちゃって。この頃のあなた、冷たすぎ。
まあ冷たいのはお互い様かもしれないけれど大事な話をしなきゃいけないのに、雪男と雪、やっぱり私たち運命的だったみたいよ。できちゃったのよ、あの時の私たち二人の雪の結晶じゃないや、愛の結晶がね。